こんにちは、行政書士受験合格チャンネルです。今日もですね、行政法を取り上げていきたいと思うんですけど、今回はですね、行政組織に関連するところで、この行政主体と行政庁ですね、ここのまあ定義についてお話をしていきます。まあ、試験でですね、それほどすごく出題されるかというと、まあそうではないんですけど、ただですね、この行政主体とこの行政庁、この言葉の意味ですねをきちんと押さえておかないと、これからですね、行政手続きを行政地検訴訟法、まあ、行政福祉査法とですね、こういう言葉、すごくですね、頻繁に出てきます。ですので、この意味をですね、きちんと理解しておかないと、その後の学習にですね、やはり大きな影響を与えてきますので、ぜひですね、しっかりと理解していただければと思います。まあ、チャンネル登録まだの方は、このチャンネルでは、私の合格経験に基づいて、行政書士受験に必要な勉強方法などお伝えをしていますので、ぜひチャンネル登録の方も、よろしくお願いいたします。それでは早速始めていきます。まずですね、この行政主体と、まあ、行政庁ですね、まあ、よく言葉がですね出てくるのを見ていると思います。で、なんとなくですね、意味はぼんやり分かっている方多いんじゃないかなと思うんですけど、きっちりとですね、その違い、まあ、定義ですね、覚えておくようにしましょう。まあ、これですね、まあ、試験に出るというよりかは行政法の学習上ですね、きちんと押さえておかないと理解がですね、なかなか進まないというところがあります。で、まずですね、行政主体、これはですね、こちら、まあ、記載の通り、行政活動を行う、まあ、団体であると。そしてですね、ここですね、ポイントは、権利義務の帰属主体となるということですね。権利義務の帰属主体と、なるということです。まあ、具体的に言うとですね、ここですね、まあ、国であったり、地方公共団体、まあ、地方公共団体、都道府県とか市町村ですね。もしくはですね、独立行政法人とか、まあそうしたところもですね、この行政主体というような分類がですね、されます。で、一方ですね、行政庁、これは何かというとですね、こちらですね、この行政主体の法律上の意思決定をして、外部に表示する権限を有する機関ということになります。で、ここの行政庁のこの定義はですね、試験でもですね、問われやすいところでもありますので、ここの部分はですね、しっかりと理解しておく、まあ、暗記も含めてですね、対策チェックしていただければと思います。まあ、行政主体、こちらですね、ここの行政主体、まあ、国とか都道府県ですね、こうした行政主体の法律上の意思を決定して、外部に表示する権限を有する機関ということで、まあ、わかりやすくですね、説明すると、例を挙げるとですね、このようになります。例えば東京都があるとありますが、この東京都が行政主体ですね。ここでいう、まあ、地方公共団体ですね。そして、例えば東京都の知事ですね。知事はこの行政庁ということになります。まあ、ここでいうですね、その行政主体ですね。行政主体は東京都の法律上の意思決定をして、それを外部に表示する、まあ、権限を有する機関ということで、それが東京都を例にとると、まあ、知事ということになります。これがですね、行政庁というふうに、まあ、分類されてくるということになります。まあ、こうしてですね、まあ、例をとると、わかりやすくですね、この違いも行政主体と行政庁の違いなんかも、イメージしやすいんじゃないかなと思います。ですので、まあ、行政主体と行政庁ですね、それぞれ明確にですね、その違いっていうのをきっちりと、理解しておくようにしましょう。それでは本日はですね、以上とさせていただきます。今後もですね、行政書士受験に必要な勉強方法などお伝えしていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それではまた。